はい、皆さん、僕です。前回チャヤンバにめちゃくちゃ嫌われましたね。はい、もうあれを機にハンターをやめようか迷いましたけど、まあいいや、もうこういうめんどくせえ茶番やめよう。なんか自分でも言って情けなくなってくる。でお前らにも、待っててもらって、ごめんね、ほんとごめんね。連れて行きたいんだけど、ベリオロスだから足手まといなの。率直に言っちゃうとね。足手まといなんです。で、ベリオロスさんとは僕よくやるクエストなんで、ちょっと真面目に参考になれるような感じのプレイができたらいいなぁなんて思っております。うん、寒いな。若干も実況白熱しながら、白熱実況下流サミットでやったので、若干体が温まってきました。なんで、もういいや、そういうリアクション。火薬術頼むよ。なんで特殊攻撃術とか頼むよ、本当に頼むよ。まあいいや、しょうがない。はい、でホットドリンクとクーラーじゃないですよ、ホットドリンクですと、しびれな超高分とタルジーですね。ではやっていきます。まあベリオロスさんと噛むな、なんかなんだろう、ベリオロスさんとは高難度で、反対ランクを上げるときに一番最適だと思いますね。このクエストは早く終わるし楽しいしと、一石二鳥ですね。まあベリオロスはなんか今作からなんか体力が少なくなったっていうか、なんか肉質が柔らかくなったのかな、正確に言えば。体力はちょっとよくわかんないんですけど、肉質が多分すごい柔らかくなったんだと思います。実際頭の肉質は本当に柔らかいんで、怒り時とかになると本当にすごい振りが遅くなりますね。かなり振りが遅くなります。もう怒りでもこんだけの振りの遅さだから、ちょっと怒り時だと大変ですね。振りが遅いのは結構嫌いです。いちいち動きが止まる感じがあんま好きじゃないんですよね。よいしょ。でまあこんな感じで、竜巻か、これ怖いな。ガンナーだとこれどんぐらい食らうんでしょうね、よくわかんないですけど。早かった、なんかデルクス泳いでたのを見てしまった。デルクスが泳いでんのになんか目を奪われた。まあこの防具で今の攻撃食らうと体力半分なんで、多分ガンナーだと一撃ですね。多分じゃなくても確実に一撃ですね。一撃必殺的な攻撃です今の。なんでひるまなかった、絶対ひるむかと思ってた。ひるみちがよくわかんねえよお前。肉質柔らかいのになんでひるまないんだ、逆に。あぶね、なんか突撃してきた魚。魚ですよ、もういいや。ガノトトス原種と足で言いましたね。魚の歌。一人知ってますよって方がいた。面白かった。なんでこの位置にいるのに尻尾振りすんだお前。おかしいだろ。どこに当たった今。ねえ。ピヨピヨーハンター毎日元気にピヨピヨー。参考になるプレイとかマジ嘘だろ。本当にベリオロス得意なのにな。なんでだろう。すごいダサいな。仕掛けちゃおう。ヒーカリなのにそうやって回ってくんの、なんかよくわかんねえな。疲れるなお前。突っ込むところがさ、多彩いっぱいある。ほらなんか魚が魚の分際でしゃしゃり始めてきましたよ、とうとう。で俺の存在も聞かれと。なんかちょっと、誰か、家に帰ってきた。弟が帰ってきたのですが、なんで帰ってきたのって聞いたら、なんかタイヤがパンクしたとか、なんかちょっと若干、シャレオツな感じの理由で、帰ってきましたね。お前タイヤパンクしたのかよみたいな感じでした。どこ走ってたらそんな風になんだよみたいな感じで言ったら、ガタガタ道って言ってました。可愛かった。まあ弟はもう小6で、来年中1ですね。あまり動画でカットは使いたくないのですが、やむを得ませんね、今のは。仕方ない。宅急便かもしれないしね。よいしょ。オッケー。
あそこに、おい、虫、虫、虫。なんで動画中に画面の上を虫が横切るんだ、おかしいんだよ。なんでなの、なんか最近俺の動画で乱入者がおかしいな。ターゲットとする乱入者がおかしい。さあ、ちょっとあのラングロトレに気づかれないようにしなければならないのですが。しゃがみます？しゃがみますか。あ、あれはエリチェンしてくれるやつですね。オッケー、ナイス、ありがとう。なんで、そのなんか攻撃される瞬間を捉えた映像みたいな感じじゃん、今の一時停止。唾吐いて、まあもう最悪だよ、もうなんかムカつく。で、ちょっと爆弾がもう位置がおかしいですね、あれ完全に完全に位置がおかしいです、あの爆弾。まあ多分降りてきて手に当たると思いますけど、よいしょ、手に当たってこけなかった。まあいいや、ペリオロス2投目やっていきたいと思います。すごいグダグダですが、まあいいでしょう。グダグダが僕の持ち味です。嘘ですけど、まあベリオロスは体力少ないとはさっき言ったのですが、攻撃力がその分むちゃくちゃ高くなってるんですよね。なんでか知りませんけど、トライシーノはちょっとイケメンになりましたね。イケメン、体力少ねえけど攻撃力異常にあるみたいな、絶対女子に惹かれるパターンですね。見た目が一番かっこいいのはなんかジンヨーガアッシュとか、てまあるな、ラギアクルス希少種だと思います。暴れっ子だな、お前。暴れん坊将軍ね。暴れん坊将軍。昔やっていた、時代劇のドラマですね。ドラマ、時代劇のドラマじゃねえ、時代劇で。で、先行投げて、止めて、突撃。突撃って表現おかしいな。で、もうそれ大好きか。スタンプ置いといて、ひるませて、もう一回スタンド取ったらこっちのものです。多分これでひるむね。ひるんで、で、ためには頭に当てに行く。オッケーオッケー。これで2回目スタンなので、だいたいこの途中で死にますね。2回目スタンが終わったらへんで、ちょうど、お亡くなりですね。ほら、しびれ縄の位置と、タルジーあそこらへんですね。うん、このなんか柱からこんぐらいの距離離れたところらへんかな。に仕掛けると、ちょうどよく真上から降りてきて、ドカンと落として、攻撃できるわけですね。シビレナワは、1回目スタン取ってからかける感じですね、いつも。で、そろそろ消えてくださーい。この1分間の長さー。あそこのサボテンは、ディアブロスが食いに来ます。わしはいい感じで降りてくるよね。こんな感じで、ちょうど真上から降りてきてくれるんで。なんでピンボール来んだよ。おかしいだろ、お前登場するタイミング。ご登場の際は、シートベルトをしっかりお締めください。よいしょ。オッケーオッケー。まあ、しびれなは終わるまで、俺のことは無視してちょうだいと、ランフェロトレに願いを込めてお願いしておきましょうか。ほら、もう気づかれちゃった。なんでかな、なんでかな、なんでやろう。ほら、なんか、地味にちょこちょこ歩いてきた、あの感じ。うざいですね。ラングロトラかかったけど、ベリオもかかっちゃった。参考にな、なんで？ああ、なに？お前先行かかってなかったのか。なんか痺れなんかかっちゃったし。最悪だよ。もう人生破滅。タイミングよく、相打ち。なんて、調子の乗ったことをやろうかと思ったら、できなかった。もうこれ死ぬ可能性、ビンビンですね。怖すぎますよ。ちょっと。頼むからさ、ずらす、ベリオの突進をずらして、俺に的確に当てるみたいなことはやめてちょうだいね。それはやめてください。なんか、しびれやってますけど、無視しましょう。これは、大人っぽく。大人らしく無視と行きましょうよ。なんか肥やしてるよ、もうスタン取れたのに。なんでだ、お前、どっか行ってくれ。肥やし玉、お前自身が肥やすんだったら肥やし玉投げる必要ないじゃん。
なんかすごい嫌だな。よいしょと。もうベリオは、ベリオ終わったらもうラングロトラボコボコに死んでいきますか。火山明洞でイビル城ボコボコに死に行きますわとか言ったら、結局はカットだったんですけどね。よいしょ。そこでも飛んじゃうか。飛ぶの早いね、ベロリンガー。ラングロトラ。やめてください。いじめられてました。もうこのうんこの匂い、マジでやだな。これがエスカドラ X の防具とか着て、なんかうんこ状態になってると本当にダサい。エスカドラ X は超イケメン装備なのに、なんか一瞬でダサくなっちゃう。ある意味すごいよ、すごいですよね、この、肥やし玉。肥やし玉やられ。で、ベリオさん、こっち向いてください、OK です。それでは、速攻、調子乗ってるラングルトが、フルボッコしに行きますか。痛い痛い。なんであんな遠いとこ転がってんのかな、のんきに。しかも、すげえのんきに転がってましたけど、もううざいな。おいよ、せーの、痛い痛いベロリンガー、なんでー。いや、もうじゃあ俺これド M になろう。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。俺の体力は無限だ。おいよ、せーの、ドン。ふぅ、体力なんか減るもんか。捕まえ。天空の城ラピュタみたいな感じのなんか言葉来たまえ。うい、問題ないぜ。ワイルドすぎるだろ。ああ、もうラングロトラにフルボッコにさせられっし。暴走きた暴走と、大流玉と、新鎧とかこれもらって、あとは全部奪いていく。よーし、火山明洞から連取りして疲れたのでメタルギアでもやろうかな嘘です嘘です。ではまたちょっとあれですね、黒煙坂にして、さあ今田山とヘビーボーガンで練習したいと思います。練習頑張ります。なんかソロ狩りになっちゃったな、結構ごめんなさい。じゃあ山田ちゃんも連れて行きたいですね。では、次回やっていくクエストは、よいしょ、ちょっと今のクエスト若干微妙な感じになっちゃったんですけど、ちょっと参考になれるようなプレイしたいですとか言ったんですけど、すげえダサかったですね。はい、多分次回は、不可視の人竜ナルガクルガ自称しですね、やっていきたいと思います。 3DS を90度に折り曲げるのが本当にもうめんどくさい。はい、よいしょ、よし。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。